はい、お願いします。まず椅子に座ってください。その時に腰に後ろにこう持たれたり、しないで少し背中のところを開けてみてください。足は両足をしっかりこう踏んで一遍座ってみましょう。腰を立てる、頭のてっぺんから腰までまっすぐにして力を抜いてだらーんとしましょう。肩の力いっぺん抜いてみましょう。腰のところも踏ん張り、腰が一番大事です。腰の動きが出たら肩こり頭痛が治ります。それでは力を抜いて、今度はゆっくり呼吸を鼻から吸ってお腹の力を入れます、はい、ゆっくり吸ってゆっくり口から1、2、3、4、力がだんだん肩の力抜けましたね。もう一回ゆっくり吸って力がだんだん楽になってきたと思います。手の力、肩の力、お尻のとこだーんとしてきましたね。頭のペンペン、そのリラックスする感じ、それではお腹にちょっと手を当ててみましょう。そうですね、でまた吸って一遍止めましょう。でゆっくり肩が抜ける感じ、お腹に力が入ってきた感じ、そんな感じが体の感じ、身体感覚と言います。それではタラーンと手は横にして、力抜いて手はちょっと抜いてる、ダラダラ、そうですね、頭、肩のラインを横のラインをまっすぐにしましょう。で、お尻で調和を、お尻で踏んでいる、踏みしめて、腰が座ると言いますね。しっかりお尻で踏む、その時にお尻を横に左右にゆっくり動かしましょう。ゆっくりでいいです。ゆっくり踏んで、お尻で踏むっていう感じを右の骨ぐーっと踏んで、踏みしめって、お尻で踏みしめです。肩は平行にしておきましょうね。はい、左、そうですね、お尻で右と左のお尻の感じ意識してみてください。どっちの方が踏みやすいですかね。苦手な方が普段使ってないお尻です。そこのところの腰、肩、背中の方にぐーっと力を入れてみましょう。そうそうそう、首の方にもダーンとして、手にもダーンとして、はい、ゆっくり戻しましょう。またゆっくり腰、頭まっすぐして、ゆっくり吸って、お腹に手を当てて、もう一回ゆっくり吸って、ゆっくり吐きましょう。最初やった時より体がリラックスして、ちょっとホッとした感じはしませんか。体の感覚というのはこういうふうな身体感覚に気づくことです。別に背中を伸ばさなければならない、息を吸って早く吸うよりゆっくり合わせて自分のペースで体の感じを感じることです。それでは腰、頭のまっすぐにして、体をそのまま前に倒しましょう。ゆっくり手はビラッタラーン、首もダラーンといった、腰の方伸びてきませんか。両足はちょっと開けてきますよ。膝も開けておきます。もうちょっと前行きましょう、止めていきましょう。痛みはないですか。痛いとこはどこですか、気づいていきましょう。首は垂れないですよ。背筋はまっすぐして、で息をゆっくり吸って吐いて、もう一回腰をゆっくり立てて、頭、腰まっすぐやりましょう。背筋が伸びた感じはどこですか。背中リラックスがしてきましたが、お尻で踏んだ感じが出てきたと思います。これが踏みしめ、重力に対して私たちは踏むという生きることになる。ここがしっかり踏めば、いろんな迷い、悩みに勝ててきます。こんなちょっとしたことなんですよね。だ、今度は肩をまっすぐ上げたいと思います。その時に両肩を耳につけるような形でまっすぐ、首はまっすぐですよ。でぐーっともっと上げるとこまで行って、いけるとこまで行って、いけるって言って、ストーンと後ろと体の感じを感じましょう。今度は、
もう一つのやり方、肩を両肩まで行ってゆっくり下ろす。これとの違いを感じてみましょう。それではゆっくり上げていきましょう。両肩が耳につくようにゆっくりゆっくり上げて、ゆっくり。どっちかにが上がりにくいと思います。その時首が歪んだりちょっとしやすいと思う。そんな癖を気づいてゆっくり、体はまっすぐですよ。顔もまっすぐ、そうそう、耳まで行ってちょっと止めましょう。だどっちかが上がりにくいな、肩がどっちかが上がらないなっていうこと気づくと思います。今度はゆっくり下ろしていきましょう。とゆっくり吸って、最初のストーンとゆっくり上げるとき、どっちの体の感じがいいですか。両手は横にブラーンとしておきます。今度は平行に肩を耳につけるんじゃなくて、両肩が上に上がるような上げ方をしていきましょう。はい、そのまままっすぐ両肩が上がる形ですね。の持ち上げて、そこで待つ。この待った時にどんな感じかなと思って、ストーンと下ろして、このリラックス感を感じてみてください。で今度はもう一回ゆっくり上げていきます。両肩を意識して、耳つけなくてもいいので上げていって、上げていって、上げていって、そこで待ちます。首はまっすぐですよ。ちょっと待ちます。もうちょっと上げるところまで頑張ってみましょう。背中は反ってないですか。背中の力入ってないですか。ゆっくり下ろしましょう。はい、お腹の感じ、体の感じが少し変わってきたと思います。肩のが動くと腰もつながっていくので、今度は肩を前に入れます。前に絞っていきます。よ、そう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 。首はまっすぐです。背筋は立てたまま、肩だけ内側に絞ります。肩だけですよ。首は起こしときますよ。顔上げとってください。そうです。でゆっくり開きましょう。元に戻しましょう。そうですね、上手ですよ。はい、それでは肩を内側にすぼめて、ゆっくりで結構です。肘に力入れない。顔はまっすぐにして、はい。その時肩が開いた感じ、今度はもっと開きます。ぐーんと両肩を後ろに後ろに、ぐん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 肘で引っ張る、手でぐーっと引って、どちらかが開きにくいところがある。背中に力を入れずに背筋を立てて、ぐーっといっぺん止めてみましょう。でゆっくり戻ってみましょう。体が温かくなります。血流が流れていきます。こういうふうにゆっくりすると、身体感覚が、自分のお尻がどっちで今踏んでるのかな、どっちが扱ってるのかなと、だんだん分かっていきます。これが動作の面白いところにつながっていきます。それではゆっくり背中を、肩を開けますよ。両肩、手をぐーっと後ろに持っていって、ゆっくりゆっくり持っていきます。胸を張らないで、リラックスしたまま、もうちょっと広げましょう。そうですね、背筋を立てて、首が倒れずに、はい、ゆっくり戻しましょう。前、後ろ、肩にだいぶ腰もなってきました。最後にもう一度呼吸を整えて、今日のセッションを終わってみましょう。はい、ゆっくり頭、腰まっすぐして、両足もしっかり踏んで、後ろで踏まない、足のかかとの土踏まずの真ん中で踏んでみましょう。意識してください。両手、肩はだらんです。でゆっくり吸って、ゆっくり首も立てたまま、腰、背中に力をいっぱい、いろんな空気を吸ってみましょう。いいイメージを持って、今度は自分はできる、自分は頑張ってる、自分はやってるっていうような思いを、イメージを持ってゆっくり吐き出しましょう。この時にメッセージを持つことはない。自分のプラスのメッセージ、ちょっとしたことでいいです。自分は頑張ってるよねとか、自分は今日は頑張ったよねとか、楽だよね、そんなプラスのイメージを持ってゆっくり吸って、ゆっくり自分に安心感を持って、お腹にスーッと空気いっぱい入れて、いろんなものをゆっくり吐き出しましょう。お腹にそう手を当てて、今日の自分も褒めましょう。こんなことで、ちょっとのことでいいので、動作をやると心と体がつながっていきます。いろんな体の不調が皆さんあると思います。このコロナで大変だと思います。みんな一緒です。
みんな一緒なので、少しずつ自分の体の感覚を高めて、このコロナに負けず、人に優しく、これを他の人にも伝えていただけたら、私は嬉しいと思います。それでは皆さん、またこのような機会があればお話ししましょう。ありがとうございました。さようなら。